どうもカメです。皆さんおはようございます。そしてまたまた遅刻です。朝には弱いんでね、俺は。で、これ見てください。あれね、今シーズンもなんと運営さんから CP になんとね、これもう無言の圧力でしょ。で、おそらくみんなが見たいのは、こいつをアップグレードしたバージョンのやつですね。一応ね、もう 37,000CP もあるんでね。ちょっとこれアップグレードしていきますか。これアップグレードするにはまたミシックコインっていうやつが必要なんで、ね。邪魔していくか。いやー、すっげー速さで CP が溶けていく。もう 8000CP ぐらい使っちゃった。なにこれ？戦利品ボックス。はえー。いいね。なんかちょっと新しい強化の仕方、これ。アップグレードの仕方。あ、なるほどね。こうやって順番に強化していくタイプなんか。はえー。で、なんかスカイダイブのやつ。でもこれちょっとね、正直ね、バトルは向けないよな。この、これなんや。あ、ほら、これも。スキルセットバリアントもね、これ全部バトラーのやつ、これミストも。で、ちょっとそろそろマルチにも影響できる。あれが欲しいねんけど、恩恵がある。これなんや。あー、アーマーパレット、ほら、アーマーパレットもあれやんな。あー、そういうことね。ちょっと色が変わるんか、若干。え、しかもこれさ、色変えれるやん。ちょっとそんな変わらんっていう。で、またアーマーパレットと、アーマーパレットも、また、あー、なるほどね。こうやってカスタムできるのか、色。なんか自分好みのやつの、やつに、自分好みに活躍。で、ラストっすよ。多分これでマックスになるはず。あー、新しい妹ね。投げるな、剣を。なあ、それあの、振りかざすもんや、それ。投げるもんちゃうわ、剣は。やりやねんな、お前、使い方が。な、こいつ使い方間違ってるって、剣の。まあもう投げたら使えへんやん、剣。で、これでマックスでしょ。そして、レベルマックスまで上げると、もともとがこんな感じなんですけど、はい、これで上級のやつを装備、で、腕のやつもなんか変わる、そしてパレットもちょっと変えて、すると、こんな感じに変化しますよと。なんか王冠のとこも変わってるよね。これがマックスの姿。かっちょいい。で、これをマックスまでしたら、こういうアップグレードとかがここでできますよって感じ。え、しかもさ、これ、キネティックアーマーも変えれるの？え、でもこれ、バトルロイヤルのやつやんけ。で、ちなみになんですけれども、キネティックアーマーもね、ほら、こんな感じに変化するんですよ。ちょっと色変わってるのわかりますか？いつもね、これ、金色のやつなんですけど、これがアップグレードすると、ちょっと若干黒色になると。バトルロイヤルのやつは、しかもな、片腕殴られてんねんけど、弱体化されてないか。おー、いい感じ。俺好みのやつにカスタムしました。5万円かかってます、おそらく。画質クソ綺麗やな。誰これ。あ、これ元の人なんや。こいつが殺されて、これになったってこと。死神要は。あ、思い出したね、記憶を。なんや、復讐してやるぜって感じ。かっちょいな。ちょっと一旦エモート見ていきますか。デーモンスタイル。でもこれ確か専用のないんよね、今回の。テンプラの。何だったっけ。おー、かっこいいっていう人もいるんじゃないかな。あー、でも好きそう、こういう人、こういうの。めっちゃ合ってる。はい。いいね。なかなかいい。まあ、確かにさすがミシックっていうことだけあるな。一番かっこいいかもしれんぞ、今回は。気に入る、これは。で、まあ、一応このミシックドローについてるビゾンも紹介していきましょうか。オース・ディファイアンスっていう名作なんですけど、ビゾンのやつですね。まあ、見にくいっていうことはない。そしてこの腕のところに、まあ、これはテンプラーの時もありましたね。まあ、キルスカウントのやつと。そしてさっきのもちらっと紹介したんですけど、剣。これ限定の中目モーションかな。なんか色変わったりせえのかな、キルするたびに。射程長いとかないよな。でもなんかちょっと射程短く感じる。で、これが連打したやつ。シャキンシャキーン。んで、処刑モーションとかあるんかな、これ。これ変わったりする？おっ！うわー！来た！えっ？なかなかエグいな。宮本武蔵みたいなことするやん、バキの。おー、え、しかもこれ限定じゃね、これ。多分これと、あの、ノーマルのやつ2種類しかないよね、確か。これ以外なかったはず。これで芋掘りして、ガスーン。
うわーいいね。しかもこの剣めっちゃ切れ味悪いやろ。切ってるっていうより叩いてるんじゃない、もしかして。もうニュークに投票してるやつ最悪で芋すましてるだけやろ。さあ、手中で早速行きましょうか。しかもね、今回使うのは、クソキモビゾンなんで、俺がね、普段ね、ランクマッチで文句言ってるクソキモビゾンなんで、これで先発するとほんまにありえない。これで先発すると、お前は何のためにあんなにね、文句言ってるやっていうな、こんな感じだ。たっ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 た、ひまわり出ましたね。一旦勝っちゃって、勝っちゃって、はい、キモいぞ。これミシックの影ですね。一旦そこも激動なんで、あれ、壁ね、これ確かね、どうなっちゃったっけ、壁抜けねえか、お前、どこで立ってんの、怖すぎやろ、ほんまに。ボットやろ。なあ、やばすぎる、こいつの脳、誰か解剖して。どんなこと、どんなものを送ったら、お前は。そんなことしよう思うや。はい、レレレでーす、レレレでーす。あー、あいつビビったね。引いちゃったね、チーレスミン得意の。勝っちゃって。で、これ多分、角待ちしてたらバレないはず。しかもね、それね、階段から来てるから、ちょっとそれだけ怖い。これ多分ね、進んだあるや。はい、クリアリングを行った。これ多分、まだ先もる。いや、こういうことなんだよな。出た出た、クリグ。クリグ。胸部基準多く。まあ、言うてね、この、なんていうの、ビザもく、胸部基準なんですけど、これ多分階段から絶対上がってくる。ハンドガンか。まあ、勝てないでしょ。しかもね、見て。キネティックアーマーの色も変わってるし、キネティックアーマー出したらビゾンの色くっそキモくなってんけど。これ、他の武器もそうな。これ、ビゾンの特殊効果とかじゃない？そんなことないよな。で、ナイス UAV と。これ終わったかも。壁に伝えるかも。大丈夫かな。一応二人くらいいるし。そのエーロンからこれだと終わんねんな。一旦 UAV 出しちゃって。まだいるよね。多分これクソい持ってるんで。しかも今回ね。あそこも買っちゃって。これ、撃ったら俺。体力ローない。オッケーオッケー。また大きかったな。ナイス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 。いや、ビゾンクソつえ。こんなんイージーでしょ、もはや。いや、二人おんな。しかもあれ、一人、ベッド上行ったから、多分あれは手の届かんかゆいところのはず。爆発物だけやめてくれ。オッケー。これちょっとアドバンス AB まで行きたいな。わった！ちょっともうどっからやれんねん。マジで。お前マジで、足音消すことだけや。得意やし。どこで持ってんねん、お前は。なんか、これさ、ドミネーションハードポイントで、一加点からってチールスに逃げてきて、さらに俺に絡めるっていう。どんな気持ちでしょうか、どんな気持ちですか。そこまでし、てめえらはレジェンドまで上がりたいか。チールスで妹ってまでも、プライドを捨てやがったな。さて。プライドだけは捨てたらダメなんでね。FPS ゲームで。ちょっと待って。はい、キモいです。しかもまた、キネティックアーマー溜まったから、しかも今回今16キルしてんねんな。これも分かると戦力開かんでも。もうなんかしちゃおったな。そこおるよ絶対。レーザーつけてんのはアマちゃんやね。レーザーつけてんのはアマちゃんですね。ちょっと待って、20キルぐらいいけそう。いいぞ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 。俺はチーデスで雑魚狩りしてるやつだな、変わる。オッケー。で、これ戦だから来そう。戦だから今足音した。多分これクリグやな。5番大丈夫そう。KQ も出させんと。センターから来る。オッケー、GG。すべてが完璧。いいねいいね。俺がキャリーしたのみんな。任せなさい私に。俺に任せみんな。俺がいれば勝てるからな、安心せ。無事レジェンド、無事レジェンドまで連れて行ってるわ。はい、もうついに相棒出した。で、これで居場所がわかるんで、来るのは下からだ。はい、終わった。オッケー、ナイス。はい、ナイス。使いやす！なんかね、今回そのミジック迷彩でもないから、派手じゃないよな。あ、終わったかも。また無駄なエフェクトがないよね、これが。使いやすい。圧倒的、GG。うわーで、投げるやつな。使い方間違えてんねん、お前。それ、剣やから、投げるもんちゃうねん。やりちゃうぞ、それは。今回25キルぐらいいったんじゃね？はい、イージーでーす。てな感じでどうだったでしょうか？これからもですね、こういったの動画上げていきますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。
しかもなんか、あれちょっと待って、なんか、アンロックスミッキー、ちょっと待って、なんかさ、これさ、マッチング中に会ってんやけど、こんなんないよな。これ、ミシック迷彩だけよな。キャリア記録。あ、なるほどな。これを使った、これ、テンプラを使った時だけのこれ、カウントされるってこと。ほら、さっきしっかりマルチで、キレルも表示されてるし。しかもなんか、長所とかある。なんやろ、これ。まあ、俺にはちょっとわからんな、こういう謎謎みたいな。まあ、ようわからんわ。でも、ちゃんと5万円の価値はあると思う、こいつには。